ネズミザメメ。ネズミザメメは、軟骨魚工番サイヤズナの海分類群で、サメのグループの一つ。七か0属16種で構成される。世界中の熱帯から、温帯の海域に広く分布し、一部は亜寒帯にも、進出する。生息域は、沿岸から、海洋、深海まで幅広いが、寄水域や、淡水域には出現しない。ネズミザメメは、炭系統でありながら、 その構成種は多様な形態、生態を持ち、特殊なサメが多い。口は目の後方まで開く。目には窓科膜がない。エラレッツは5体。背びれは2機でいずれも背びれ舞棘を描く。尻びれを持つ。螺旋腸は感情型である。ネズミザメメのサメは、おおむね大型で、最小の水ワニを除けば、最大全長3メートルを超えるものがほとんどである。 最大のウバザメは全長12メートルに達し、大きさではジンベイザメに次ぐ最大級のサメ。ウバザメと同じプランクトン食のメガマウスザメや肉食性魚類としては最大のホホジロザメなども全長5メートルを超える巨大なサメである。オナガザメかネズミザメかは周囲の海水温よりも体温を高く保つ生理学的機構を備えており、内温性と呼ばれる。 これは、マグロやカジキなどにも見られ、修練進化の一例と考えられる。気毛という動脈、静脈が複雑に絡み合ってできる一種の熱、交換システムのような構造体が、その重要な役割を担っている。これらの内音性サメ類は、非常に活動的で高い運動能力を持ち、長距離を回遊したり、瞬発的に高速で獲物に襲いかかることができる。 空中に勢いよくジャンプするブリーチング行動もその一つである。繁殖は体制で、胎児はミジセ受ラ卵を食べて成長する卵食型と呼ばれる様式が基本である。同じ体制でも卵黄の実に依存する様式に比べ、産子数は少なく大きな子供を産むという特徴がある。ミツクリザメ、メガマウス、ウバザメでは確認されていないが、卵食型と予想される。 シロワニの胎児は、未受卵に加え、他の胎児をともぐいする、子宮内ともぐい行動が知られており、ネズミザメメの中でも、高度に特殊化している、卵共食、ともぐい型。ネズミザメメロンニーホーミスは、七科に分かれる。ネズミザメメの原型に相当する、工事グループを最初に提唱したのはガーマンである。しかし、ランニーと名付けられた、このグループは、カグラザメ類。 猫ザメ類、カスザメ類を除くほとんどのサメを含むもので、現在の定義とは異なっている。ヨルダンは、ランノワディ系として初めて、ネズミザメ類のみを含む独立したグループを称した。この体系を基盤にして、1970年代に、現在のような形のネズミザメ目の体系が出来上がった。オオワニザメかオドンタスッポディイは、オオワニザメ、オオフェロックスやシロワニ、 シートーラスなど二属四種。ただし、シートライカスパデイタスはシロアニ、シートーラスのシノニムの疑いがあり、今オもオアニザメカは二属三種としている。オアニザメカが単系統であるか否かには、結論が出ておらず、二科に分けるべきという説もある。ミツクリザメミツクリニ二代は、一族一種で、ミツクリザメエムオストにのみが含まれる。白亜に存在した、スケパノリンカスと、 形態的な共通点が多く、禁煙とされる。ミツクリザメは、原始的で、際立った特徴を有しており、他のすべてのネズミザメ目のザメと、姉妹群を形成するという考えもある。日本の駿河湾などに生息する、深海性の奇ミ水ワニカスドカアカリデイは、一族一種で水ワに、ピーカモハライのみを含む。初期の頃は、大ワニザメ科に含まれていたが、 その後独立したトガに分類された。ネズミザメメの最小種で、全長110センチメートルにしかならない。世界中の暖かい海の深海に生息する。メガマウスザメカメガチャスミデイは、一族一種で、メガマウスザメエムパラジオスのみを含む、三種のプランクトン色のサメの一つ。報告例は少ないが、分布域は、全世界の段階域に広がる。 オナガザメかアラピーデイは、ニタリ八割マオナガの一族三種で構成される。長い尾ひれを持つことで容易に識別できる。全世界の段階域に広く分布するが、ニタリ A パラガカスは、大西洋からは知られていない。ウバザメかサトライナイデイは一族一種で、ウバザメ C マクシムスのみを含む。全長12メートルに達する。プランクトン色のサメの一つ。 ネズミザメからンナディは三族五種を含む。体は防水型で、三日月型の尾ひれを持ち、活発に泳ぐ。ホホジロザメ族、アオザメ族は、段階域の沿岸から外洋に広く分布する。一方、ネズミザメ族は、寒冷な環境を好む。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。